はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。つい先日ハッピーセットのポケモンを動画でやったんですけど、ご覧いただけましたでしょうか？まだ見てない方はぜひご覧ください。ということで今日はこちら、じゃじゃん、ポケモン、あったあった、何位ということなんですが、なんとですね、今おっとっとの中にポケモン入ってるらしいんだよね。はい、こちら皆さんご存知おっとっとなんですけど、はい、こちら大きくピカチュウがいますね。はい、こちらご覧ください。なんとおっとっとの中にポケモンが入ってるということです。全23種、結構入ってますね。ということで今回は全23種類のポケモン見つけたいと思います。はい、それではね、早速探していきたいと思うんですが、当然これ1つや2つでは全種類出ないと思うので、いっぱい買ってきました。いやもう結構ね、探すの苦労したんですよ。今回ね、コンビニとスーパー探しに行ったんですけど、スーパーはもう全然なくて、結構何店舗も行ってこれだけ揃えたんですよね。で、今回買ったのはこの ボトルタイプっていうか、こういう形のものと、あともう一つこれ、これね、スーパーで買ったんですよ。で、他にはね、箱のタイプとかもあるみたいなんですけど、全然どこ行ってもなくて、今回はこの中から探していきたいと思います。しかしね、まあこれだけあれば全種類出ると思うんですけどね。で、今回すごいのがただ探すだけではないんですよ。どういうことかというと、あの専用のサイトみたいのが今できてて、例えばおっとっとの中からポケモンっぽい形を見つけました。そしたらスマホのこう画面でこう合わせると、ピカーン、ポケモン発見ってな感じになるらしいんですよ。めっちゃ分かりにくい説明ですよ。はい、こちら画面をご覧ください。劇場版ポケットモンスターみんなの物語ということで、これね、下行くとですね、おっとっとを買ってポケモンを探してみよう。で、僕が説明したかったのがここからです。はい、遊び方、1、おっとっとを買う、2、ポケモンを見つける。で、この中からポケモンを探します。3、見つけたポケモンのシルエットを選ぶ。で、今度4、画面のフレームにポケモンを合わせる。見つけたおっとっとをこう画面のフレームに合わせるわけですね。で、そうすると5番、ポケモンとフレームがハマってピカーンっていうのを説明したかったんです。まあアプリというか、この専用のサイトと連動で探すことができるっていうことなんですよね。だからちょっとゲームみたいな感じで楽しめるってことなんですよね。さて、それではね、一つ一つ開けて探していきたいと思います。さあ、一つにつき何個ぐらい入ってるんでしょうか。ちょっと開けます。おお、入ってる。さあ、どうかな。あ、これそうですね、これは、これゲンガーかな。で、それをこっちに避けていきましょう。そしたら、あ、これはこれピカチュウでしょ、これ。いや、ピカチュウじゃないな、あれかな、イーブイ。あとはっていうか、そんな入ってないわ多分。これはこれはなんだろうな、アーボーとかじゃないしね、わかんないな。ちょっと、あ、これピカチュウでしょ。あ、これちょっと欠けちゃってるけど、おそらくニャース。あとはこれは、これはわかった、これラプラスでしょう。まあ後でね、スマホで多分答え合わせができるんで、まずは見つけていこう。え、これは、これもポケモンかな、わかんない。もともと入ってるやつなのかポケモンなのかがわかんない。一応避けておこうか、知らないで食べちゃったとか言ったらもう大変だから。絶対大丈夫なやつを食べよう。うまっ、おっとっと、うまいな。これは、これポケモンだな。これなんだろう、知らないかもしれない。危ね、意外とまだ残ってた。1パック目はとりあえずこんなもんですかね。何種類出たかな。ちなみにちょっと欠けちゃってる場合とかってどうなるんでしょうね。あのアプリにかざした場合、読み込めませんみたいになるのかな。はい、1パック目で出たのがこれですね。全部で9種類で、全部で23種類のうち1パック目で9種類、なかなかいい出だしですよ。これは頑張れば揃うかもしれない。よし、それでは2パック目いきます。さあ、どうでしょう。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、緩んでない？これなんかだね。これが何なのかと言われるとちょっとわからないな。まあ一応避けといてと。これなんですかね、ちょっとわかんないけど、ポケモンだよね。これもポケモンだと思うんですけど、なんか多分片方の手が割れちゃってんだよな。これカビゴンっぽいんですけどね、これだと読み取れないかもしれない。ん？これは、これはなんだろう、鳥系だな多分。なんかコダックとかその辺ですかね。あっ、ちょっと待って、すごいの見つけた。ちょっと待って、これすごいんじゃない？はい、こちら、これはどう見てもルギアですよね。なんてこった、伝説のポケモンルギアが入っていた。ルギア、すごいな。やっぱりね、どうしてもおっとっとなんで結構脆いじゃないですか。
結構割れちゃってるんだよね。ポケモンも入ってるんですけど割れちゃってるのがあるから、そうすると読み取れない。これどう見てもルギアなんだけど頭取れちゃってんだよね。これはおそらく日の嵐ですね。これは多分ワニの子。はい、現時点で2パック開けてこのぐらいの数になりました。3×5 で、15種類出ましたね。はい、それでは3パック目いきます。さあ頼むよ。さあさあさあ、おやった、割れてないカビゴンだと思われるものを発見。あ、これはこれは分かりにくい。もしかしたらさっき見逃してるかもしれないけど、これメタモンかな。あ、おお、これはこれは特徴的ですね。ピチューでしょう。はい、現時点で全部で18種類になりました。そうだな、こっちも開けてみますか。まあこれだから違うってことはないと思うんですけど、どうなんだろうか。はい、あ、なんかカビゴンいっぱい入ってる。新しいやつが出ない。はい、次どう。あー、ニャースにゲンガーだね。これこれ初ですよね。これタッツーじゃない。お、ラッキーかな。こちらご覧ください。現時点で20種類出ております。あと3種類。もうね、ここまで来るとめっちゃ被るんですよね。あと3種類が出ません。あ、あったあった。しかしこれは一体何なんだろうか。これピカチュウじゃないのかな。21種類目ですね。あと2種類、あと2種類。待って、これ入ってたんじゃない。これじゃない。これ出てないよね。出てたっぽいけど欠けちゃってるんだ。 OK ってことは数は増えないですね。今のところ21種類のまま。何の仕分けの仕事なんでしょうっていう感じなんですけど、やはりね、こういうのは地道な作業ですからね。コツコツやっていかないと。あ、めっちゃ似てるじゃんこれ。めっちゃ似てるけどちょっと形違うのか。どっちかトゲピーでどっちかはこれめちゃめちゃ似てる。もうなんか間違い探しみたいになってるけど、ちょっと待って、全部ありました。これは分かんないよ。これ2つとも形違うんですよ、よく見ると。めちゃめちゃ似てるんだけど。はい、ということで、全種類ゲット。あとはスマホで読み込んでいきたいと思います。スタート、これでいいのかな。おお、なるほど、こういう風にシルエットが出てるわけですね。で、どうすんの。あ、幻のポケモンのシルエットはこれって。これ僕分かんなかったやつがレアなのこれ。まあいいや、じゃあちょっと上の方から読み取っていきますか。じゃあ一番左上から行こう。これ押せばいいの。あー、でカメラが、はいはいはい、ポケモンにカメラを向けてシルエットに合わせてね。分かった。あー、こういう感じ。あ、すごいねこれ。ピカチュウの顔の、あーたたたた、これこれをこれでいいの。これ難しくない。これ結構これがっつり、あ、すごい、ぴったりハマったね。名前はピカチュウ。お、答え合わせができる。これはいいね。あー、23分の1になった。じゃあどんどん行きましょう。ピカチュウどこ行った。これか。おきゃ、来ました、ぴったりハマったね。名前はピカチュウ、かっこオスとかメスとかあったんでしたっけこれ。あれ、オスメスあんのってことは、もしかしてあれもう一個のやつメスなのかな、あれ。じゃあ次、これおそらくピチューだと思うんですけど、シルエット的にね。おきゃ、オッケー、これはやっぱそうだ、ピチュー合ってた。おきゃ、あ、日の嵐。で次なんですけど、この形はおそらくカモネギじゃねえ、間違えた、あのコダックだと思うんですよ、この頭のポンポンポンってやつはね。よっしゃ、名前はコダック、合ってました。これ何なんだろう、新しいポケモンかな。はい、ん、名前はデリバード。はい、次このシルエットですね。これはこれトゲピーでしょ絶対。これよっしゃ、これは、あ、合ってました。まあまあ合ってるね。今23分の8。はい、続きまして、このなんだか木みたいな感じだなこれ。
さあ読み取れるか。おっしゃ、名前はウソッキー。ウソッキー。これはゲンガーだと思うんだよね。ゲンガー読み取れないか。次行きましょう。次、これは EV っぽいやつ。おっしゃ、はい、合ってました。 EV、 EV ゲットだぜ。はい、続きまして、これですね。これはタッツーだと思うんだよね。おっしゃ、これはやっぱりタッツーですね。これなんか最初アーボかなと思ったんですけど、なんかタコっぽい形してるかな。読み取るなーい。はい、これはもう簡単、カビゴンでしょう。はい、来ました、カビゴンゲット。はい、続きまして、おそらくラプラスだと思われます。はい、オッケー、ラプラスゲット。で、これか、これ何ですか、この丸っこいやつは。よいしょ、これなんだろう、これ何。あ、プリンか。なるほどね、全然初期のポケモンじゃん。うわー、プリンとトゲピーはわかりにくい。はいはいはい、あの色とかが出てればねすぐわかるんですけど、シルエットだけなんでね。これはもうメタモンですよ、変身が得意なメタモン。こうかな、メタモンなぜか読み取れない。次いきます。これなんだろう、ワニの子とかだよね多分ね。はい、こちらですね、ピカチュウっぽいやつ。おそらくピカチュウメスとかだよね。あ、合ってた、シークレットっていうかレアなんですね、ピカチュウメスはレア。で、ルギア行きましょう。ルギア、さあルギアは読み取れるかな。これはどっからどう見ても早い。そうですよね、そうですよね、これは分かりやすい。はい、ルギアゲットです。これが何なのか、ちょっとこれが一番シークレットっぽいんだけど、さあ果たして読み取れるの。お、早い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 。これ何、名前はゼラオラ、ゼラオラっていう声かな。ゼラオラゲットだ。はい、ということで一通り今読み込んだんですけど、残りが、読み取れてないので、ちょっとあのね、こっちにも多分ダブってるやつがいっぱい入ってるんで、こっちのもので読み込み直します。ただね、割れちゃってるとかだとダメだから、割れちゃってないやつで、これはどうやってもやっぱりニャース。ゲンガーが読み取れない。あ、来た、やっと来た、来ました、ワニの子、来ました来ました、サニーゴ。おいしょ、やっぱりやってた、メタモン。あ、やっと読み取れた、オクタン。あのさっきからずっとやってんですけど、いろんなゲンガーで試しても読み取れないんだよね。ということで、めちゃめちゃ時間かかったっていうか、もう時間かかりすぎてね、こっちのカメラの SD カードが満タンになったことに気づかないぐらいに真剣にやってました今、ずーっとこうやってで、とりあえず、お、来ました、やったね、全部見つけたね。ということで、 EV とピカチュウ出てきました。いやー、全種類コンプリートやりました、ありがとうございます。あの、オットットの中にポケモンが入ってるだけでもね、十分面白いと思うんですけど、それだけじゃなくて、このサイトと連動してこう、ポケモンを集めていけるっていうのはね、非常に楽しかったですね。それではまた次回の聖剣 TV でお会いしましょう。See you next time!